サンマロ襲撃は大同盟戦争中の1693年11月26日から11月29日にかけてイングランド王国海軍によるフランス王国のブルターニュ地域にある高校都市サンマロへの襲撃数日間の砲撃の後イングランドは後に悪魔の機械と呼ばれ火薬と武道弾の詰まった河川をサンマロの類壁に放った襲撃は 失敗に終わり、甚大な物的被害をサンマロに強いたものの、人的被害は皆無だった。1693年、オラニエ貢献イングランド王ウィリアム3世に率いるアウクスブルク同盟とフランス王国の間の戦争は5年目に入った。1692年春に、フランス海軍がバルフルール岬とラオーグの海戦で敗北したが、翌年のラゴスの海戦で、 スミルナ戦隊を打破して雪辱を果たした。しかし、フランスはその後通商破壊の戦略に切り替わり、フランス艦隊はすぐに時代遅れと化した。イングランドの貿易は特にサンマロとダンケルクの死略戦で大きな被害を受けており、フランスはサンマロを死略戦都市と呼んだが、イングランドはスズメバチの巣と呼んだ。船業は世紀より続けられており、 イングランド海軍本部の記録では1688年から1697年までの間、サンマロの主略船がイングランドとオランダの商船3384隻と護衛船162隻を打破したという。サンマロが攻撃の標的となるのは明らかであり、フランス王類14世は1689年に技術将校セバスティアン・ルプレストルド・ドボーバンに命じて、 サンマロの守備を強化させた。彼はサンマロの町と城塞の類壁を強化して大砲を置けるようにしたほかサンマロ沖の主要な当初についてもその城塞の設計を描き上げた。これらの当初の一部は1689年以前にすでに防御工事が施されていたが、ボーバンはそれを強化してイングランドとオランダの攻撃に備えた。イングランドでは死略戦の攻撃を止める。 要、サンマルを破壊する計画が立てられた。イングランド王ウィリアム三世の命令で秘密兵器の設計が2年間にわたって、ロンドン島内にて進められた。その成果である悪魔の機械は、河川の一種で、長さは84フィート、重さは300トン、大砲23門を有しており、甲板は3つあった。できるだけ岸に近づけられるよう、喫水は、わずか7フィートだった。 古は黒く、船の側面には火薬、爆弾、刻んだ藁、武道弾がふんだんに積まれた。中身は石像で火薬、松屋に硫黄などが積まれたたる、さらに砲弾、手榴弾、銃弾の入った銃、タールが塗られた布など燃えやすいものが大量に積まれた。1693年11月26日、船30から30隻で構成された。 英ン連合艦隊がフレール岬に現れ、ララッテトリレとエビアン諸島を砲撃した後、サンマロ沖で怒りを下ろした。艦隊は50から60門戦列艦10隻、フリゲート20から30隻、爆弾戦としてのガリオット、シャループ、そして悪魔の機械であった。艦隊の指揮官は、ジョン・ベンボー海軍大将と技術将校のトマス・フィリップスだった。11月27日の夜明け、 イングランドは未完成のラコンシェトリデをダッシュ、当時工事を進めていた30から40人を放虜にして彼らの工具が置かれた倉庫を燃やした。フランス側はサンマロシとロワイヤルトリデから攻撃、艦隊が前日と同じように接近することを防いだ。ガリオット船は砲弾に当たって小柱を折られ、別の船は砲弾で選手を破壊された。 イングランドは午後9時に砲撃を再開したが砲弾を22発撃っただけで止まり翌朝5時に砲撃を再開した。これらの砲撃は効果が薄く撃たれた50から60枚の砲弾のうちサンマロシに届いたのは20枚だけであり火事にもならず家屋数軒の屋根と窓が破られただけだった。28日朝サンマロのクセンルモーペルチュイは オランダ戦のエル・イザベルを抱っこしてフレール・岬から現れた。イングランド艦隊はフランスの旗である白旗を敬意をして自軍をルモー・ペルチュイに乗船させようとしたがルモー・ペルチュイの高速の方が上だったため逃げられた。同日、ブルターニュ知事の第三代シャルンヌ公爵シャルル・ダル・ベール・ダイとアンタンダンのルイド・ベシャメルが貴族数人と共にサンマロに到着、守備を指揮した。 当時3マロ近くにいた二人海軍少将、コエトロゴン公爵とアンフレビル公爵は、士官、約二十人と共に戦場に向かった。シャルンヌ公爵は増援として、大勢の砲兵と砲兵士官を呼び寄せた。28日、イングランドは、セザンブレ島に上陸したが、修道院に、神父一人取りこれ派の修道士二人が残っているのみで、残りは、サンイコールセルバンに避難した。 その夜、シャルルド・サントモールは、偵察を行い、イングランド艦隊に接近することに成功した。またイングランド船数隻が、サンマロ沖、市の周りにある岩を発見した。午前6時頃に砲撃が開始されたが、効果は薄かった。29日、イングランド艦隊は、ロワイヤルトリデを砲撃した後、夕方に悪魔の機械を放って、 サンマロ市の城壁に取り付けて爆発させようとした。ウィリアム3世が選んだ標的は、サンマロの火薬庫である、ビドゥアネ島であった。悪魔の機械は妨害されずに、城壁から50ペースまでのところに接近したが、ロワイヤルトリデからだ、レーヌトリデの間の岩列を通るとき、西向きの突風により座礁してしまった。この岩は後に、イギリス人の岩、または、グロマロの岩と呼ばれた。 船体の底に穴が開いてしまったため、イングランド公兵はすぐに火をつけたが、すでに火薬の一部が湿ってしまったため効果が減ってしまい、さらに火の手が海の方向に向かったため、サンマロ市に炎焼しなかった。やがて船は爆発して、周り役にリーグの家屋を震わせ、空が陽光炉のように数分間炎で満ちており、サンマロ市には落下物が次々と落ちてきた。 サンマロの物的被害はひどく、ほとんどの家屋の窓が砕かれ、家屋三百軒の屋根が壊れたが、死者は出ず、倒壊した壁もなかった。重いキャプスタンだけが広場に落ちてきて、家屋一軒を壊した。フランス側の生物の被害は猫一匹と犬二匹だけであり、逆にイングランド側は死者五から六人を出した。悪魔の機械の操選手は逃げ遅れて死亡。 また爆発により大量の水が噴き出て、ボートが沈没、数人が死亡した。最初の計画は失敗したが、サンマロには大損害を与え、弁望を率いる軍勢は、ラコンシェトリデを奪取して、そこで得た大砲と捕虜をガーンジーに移した。弁望は、戦役の結果に失望して、ヘンリーツアービル隊を軍法会議にかけたが、後に旧法が壊れていることが判明して、 無罪方面になった。バークリー・オブ・ストラットン男爵率いる、A ラン連合艦隊75隻は1695年7月14日から18日にかけて、サンマローを再び砲撃した。サンマロでは、当時のホルイ内にあったとある通りがシャキダンス通りに名付けられたが、サンマローへの襲撃で、河川が爆発した結果、誰も負傷せず、一匹の猫の尻尾が燃えただけに終わった。 ことを起源としている。ありがとうございます。